関連商品のリターナブルン左から1、キリンレモンクレール2、キリンレモン3、キリンレモン4、キリンジュース5、キリンジュース6、キリンオレンジ7、チェスタ8、チェスタ9、キリン炭酸キリンビバレッジ株式会社は日本の清涼飲料水メーカー。清涼飲料などの RTD 製品の製造及び販売を行っている。 キリンホールディングス株式会社の機能市会社で三菱グループに属する。1963年4月15日、キリンビール株式会社がキリンレモンやキリンオレンジを自動販売機で販売する自動販売サービス株式会社を設立。1967年に小売店への販売を始めキリンレモンサービス株式会社に社名変更。百八十八年に 創立25周年記念の CI 導入により、キリンレモン株式会社に社名変更。1991年、キリンビールの清涼飲料事業部門を営業譲り受けにより統合し、現在のキリンビバレッジ株式会社に社名変更している。1995年1月に東京証券取引所第2部に上場。1996年4月には、 第一部に指定返した。キリンレモン、キリンオレンジを除いて大半がキリンビールから消滅した商品だったことから、当初は酒屋などでの販売が中心だったが、徐々に販路を拡大していき、近年は他の大手メーカー同様に自動販売機やコンビニエンスストアでの販売が中心となっている。紅茶、コーヒー、緑茶、炭酸飲料が収益柱。さらに、 果実飲料などにも人気商品があり、国内製量飲料水メーカーの規模としてはコカ、コーラボトラーズジャパン、サントリー食品インターナショナルアサヒ飲料に次いで業界4位である。キリングループのマーケティング力を背景に新商品を次々と投入してきたが、2009年3月に就任した社長、前田ひ氏は、新商品の大幅削減と既存商品のテコ入れ強化によって、 ブランド力、収益力を高める戦略を打ち出している。2003年月にヤクルト本社と自販機部門での提携で合意。同年9月から、シゲルソーレイ茶などのヤクルト商品をキリンビバレッジの自販機で、また、午後の紅茶、ファイヤ、ボルビックなど、キリンビバレッジ商品をヤクルトの自販機で相互に販売している。2006年2月からは新たにインターネット通販事業。 マーカーズを立ち上げ、飲料以外の商品も取り扱うなど、ネットビジネスの実験を開始した。とりわけ、マーカーズ限定発売の生茶パンダグッズの人気が高い。2007年11月、子会社の小祝入業から、小祝いブランドの入飲料を除く、チルド製品事業を譲り受け。事業譲り受け後も、製品の生産、販売は小祝入業に委託しているが、 販売者はキリンビバレッジ名義となりパッケージに表記されていた本製品はキリンビバレッジとの提携により小祝い乳業がお届けしています。の文言も消滅、小祝い乳業の存在感は薄くなった。2008年2月から生茶とキリンレモンのペット飲料にベルマークをつけ運動に協賛している。このグループ再編に伴い経営、商品開発、 マーケティングなど、あらゆる面において、キリングループ各社との連携が緊密になっている。キリンビール時代の清涼飲料も含む。マイズル工場その他、キリンビールのシュガ工場でも一部商品が生産され、ジャパンフーズや、ニッセイなどのパッカーにも一部商品を生産委託している。テレビ現在過去、ラジオ現在過去、歴代 CM ソング、CM 出演者現在過去。ありがとうございます。